ましたくわチャンネル。こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。はい、本日はですね、気になるレトルトカレーご紹介。はい、というわけで気になるレトルトカレーがあったのでご紹介したいと思います。もう早速ご紹介します。本日ご紹介するレトルトカレーはこちら、日本一映える宮崎牛キーマカレー都城カレー。日本一映えるカレーということで、もうそんな日本一はね、一応食べとかなあかんやろということで、こちらね、実は都城カレーという、日本一、高いレトルトカレーというのがありまして、そちらの第2弾といいますか、別バージョンなんですけど、今回はキーマカレー。この間はね、すごいでっかいもう牛がボーン乗ってた、すごい高いやつなんですけど、今回は、キーマカレーなので、まあお値段も程よくっていう感じで、ただ A5 ランクの、お肉を使っているということで、まあ美味しいのは間違いないんですけども、日本一映えるってどういうことなんですかね。もうね、こう、箱もね、結構色合いが色々あってだとかで、なんかちょっと楽しみなんでね、早速食べてみたいと思います。本日のカレー、ドン。はい、というわけで早速ね、このパッケージ結構 A5 ランクの宮崎牛を粗挽きにしてみたいなね、結構しっかり書いてます。インターネットで調べたらすぐ出てきましたので、そちらでも買えると思います。ちょっと中開けてみましょうか。こう中開けるとね、結構しっかり厚みのあるレトルトですね。そして電子レンジは使用せず湯煎でお願いします。そしてレトルトカレーをね、10回以上振ってから盛り付けてくださいということで、振ってくださいってことですね。で、こちらの3つのスパイス、3つも入ってるってなかなかね、珍しいですよね。黄色と緑と赤ですね、それぞれあると思います。で、まあもちろん、金箔と。ということで、早速、湯煎していきたいと思います。さあ、そして、温め終わったんですけども、こちらはね、10回以上振るっていうことで。結構、他のスーパーとか、コンビニとかで買ってきた、結構お肉系のね、レトルトとかは、欧風のやつとかは、振った方が、油とね、ルーが混ざり合うんで、振った方がいいですよ。しっかりね。さあ、10回ぐらいなので、これぐらいでいいですかね。それでは、入れていきまーす。おーおーおー、日本一映えると言ってたんですけども、その黒いんですよね、真っ黒。これ、竹炭を使っているからということで、黒いんですけども、逆に映えるとかそういう感じではないんですよ、実は。ここで使うのは、この3つのパウダーですね。さあ、出来上がりました。それではいただきます。じゃあまず赤いスパイスのところからいってみようかな。こちら辛味とかの足しになってるスパイス、しっかりとフライドもされててコクもありますし、結構フルーティーな味がふわっと口の中に広がるっていう感じかな。そして次は黄色のスパイス、こちらはカレー感とかにアップさせてるターメリックとかのスパイスです。ああ、ほんと。さっきより結構カレー感強めというか。そして最後、緑はハーブ系、爽やかな感じになるっていうことで。あ、すごい。香りがね、ふわーっと口の中に広がる感じ。うまい。キーマカレーということなんですけども、結構本当に粗挽きなんで、お肉感がすごい。もう結構わかるんですけど、この A5 ランクのね、宮崎牛が結構、こうしっかりご飯にね、金箔もかけてるんですんごい輝きで、最後ちょっと混ぜてみようかな。もう全体的に好みとしては混ぜた方が好きかな。それぞれ食べていくよりかしっかりいろいろな味わいも出てきますし、もうカレーもしっかりスパイス感もあるんですけど、やっぱりお肉の旨味だったりだとか、このお肉食べてるなっていう感じがすごいしていいです。おいしいやん。完食です。ごちそうさまでした。はい、というわけで、日本一映える、
宮崎牛キーマカレーということで美味しかったですね。映える理由もね、分かりましたし、というか最後の方はもう全く映えないんですけども、美味しいカレーでした。ネットで調べても買えますし、EC サイトもね、あるみたいなんで調べて、買うこともできるということで。今回は日本一映えるレトルトカレーでした。美味しくいただきました。はい、というわけでカレーとりこの生活でした。インスタ、ツイッターもちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆様また次回。バイバイ。